ルスです。今日は12月10日木曜日、今日のブルースのピックアップはシンガポールフィンテックフェスティバル開催期間中に発表されたこのニュース。 SIX and SBI Planning Digital Asset Exchange Based in Singapore。 で、 SIX Digital Exchange、 これはスイスの証券取引所の子会社になりますね。 SBI Digital Asset Holding、 これは日本の SBI の子会社ですね。あの SBI が元ソフトバンクグループで今地銀連合を主導しているとてもホットなあの SBI ですね。でそちらがシンガポールベースにデジタル資産の取引を2022年までに開始するという発表があって、今 MAS マネタリーオーソリティオブシンガポール日銀みたいなところの、承認待ちだと発表ありましたね。で日本のサイトでもこんな形で発表されてますね。で機関投資家を対象にデジタル資産の発行と取引保管サービスを展開すると。で SBI ホールディングの、プレスリリースでも同じようなことが発表されました。でこの背景にあるのはこの Growing Demand for the Public and Private Institutional Digital Asset でデジタル資産のですね、機関投資家の需要が今急増していると。でデジタル資産とは何なのかというので、まあ、代表的なのはこの仮想通貨ですね。仮想通貨も、まあ、価格がもう急騰して、最高値をつけ、ビットコインもですね、今まで個人投資家が中心だったんですけども、機関投資家がついに入ってきたと。で、じゃあ取引の量が多くなるんだけども、その市場をですね、いろんな市場がポコポコとできてるんですけども、こうしっかりレギュレートされた市場、そちらの需要が高まっているというような中で、今回スイスの証券取引所と SBI が組んでですね、シンガポールにその証券市場を作ろうというような話ですね。で、まあ、私もここでちょっと勉強したいのが、やっぱデジタルアセットと呼ばれているものに何が入るのか、仮想通貨は想定できるけども、ここにですね、このオンデジャートークンセキュリティ such as digital bond, digital equities and digital securities notes って書いてまして、オンレジャーというと台帳に記載されて、トークンというと証明されたこの証券セキュリティで、デジタルボンドは通常の債券とどう違うのか、でデジタルイクイティは通常の株と今までとどう違うのか、でこれを見ていくとですね、どうやらこのデジタルというものはこのディストリビューティッドレジャーテクノロジーベースのアセットだというふうにここでは記載されてますね。でディストリビューティッドレジャーテクノロジー DLT っていうのは何なのかというとですね、ここに書いてあるのはですね、同時にいろんなマルティプル複数の場所で、この取引の記録がですね、記録されるシステム、そのベースとなる技術を DLT と呼んでますね。でこれが、まあ、日本語で言うと分散台帳技術、いわゆる中央集権と分散型と、まあ、2つ分かれますよね。で今までいろんな取引履歴が1つのデータベースにまとまったのが、その中央がもういらないと、分散、いわゆる個々人の間で台帳を全て持ってみんなで共有というようなことが定義で書かれてましたね。で他の定義では、やっぱりこの分散でこの技術があると、やはり同じ台帳を管理共有することができる。でそうすると、真ん中にいる人がこう改ざんするわけじゃないですけども、で例えばエラーとかあると思うんですよね。でもそういうことがなく、みんなが同じものを持ってて、このリアルタイムで同期、いわゆるアップデートされると。でとなると取引の透明性が補填されると。で偽装や改ざんを防ぐというようなベースとなる技術みたいですね。で日銀の方でも、こういうページがありまして、そこではじゃあこの分散型になるとすると、どうやってこの残高とか支払いの正しさを保ち続けて、まあ、誰がそういうのを管理するのという話をここで、まとめてまして、まあ、基本的にはこの仮想通貨の場合、例えばですね、仮想通貨を使う人はそれぞれみんなが台帳を持たされて同期させられると。でそれに対して負担もかからないと。だから自動的にこうみんなが取引している内容が自動的に全ての参加者でアップデートされて、それに対して負担もかからない、そんな技術みたいですね。で、まあ、これが普及すると何がいいのかというのが3つメリットを書いてあって、この間に入る人、中央でまとめる人、そんな人がいらなくなる。
ですので取引はスピードアップされますというのがこちら最初に書いてますね。で2つ目が分散されたものを同じ、売られた同じものを複数人で管理することで今までより安全になると、いわゆるどっかにまとまってでそこにサイバー攻撃が来てでそれで改ざんさせられたりするよりは あとそれが削除して、させられるとかそういうリスクがなくなってですね、安全にですね、こう分散して、ちゃんとした記録が保管できると。でこれが取引記録とか契約とか全てですね、そういう点で安全だって言ってますね。であとこのそういう取引情報とか契約はみんなで共有されてすぐ同期されるので透明性が高いというのが高いんですね。で、まあ、この、こういう技術に基づいて発行される、このデジタルアセットでそれに関して、いろんなもうデジタルアセットに関しても、例えばこの日本経済新聞で今年の3月にですね、野村グループが初のデジタル債券を発行したと。で、デジタル債券を発行をデジタルすることでこう柔軟な条件金額で機動的に発行できると、まあ、今までのように固定ではなくて、まあ、もっと柔軟に発行できると。で SGX シンガポール証券取引所ですね、これは9月にHSBC とテマセックと協力してテマセックの関連会社であるオラムインターナショナル、僕もこれ債券持ってるんですけども、ここで最初のこのデジタルボンドの発行をしたと、デジタル債券を発行したと。でこのデジタル債券はエフィシエント・トランスパレント、効率的で透明性が高いでとてもスピーディーだと。でまあエラーも少ないというようなことを言ってますね。で同時にですね、まあ、保管サービス、デジタル債の保管サービスも、急速にこういろんな人が参入してきて、これは12月9日のニュースですけども、ING バンクがこのクリプト仮想通貨のカストディソリューションをシンガポールで始めました。でこれは13時間前のニュースですけども、スタンチャー、チャーターが仮想通貨のトレーディングプラットフォームを機関投資家向けにローンチしました。でフィデリティ、こちらは10月ですけども、デジタルアセットのカストリーサービスをシンガポールで始めました。で DBS、こちらも、クリプトカレンシーの交換を始めましたというニュースが相次いでますね。まあ、こんな形で今デジタル債券、特に機関投資家向け、こちらとてもホットです。今日は以上になります。今日も動画見ていただきありがとうございました。では今日も皆さんにとっていい日になりますように。グッデイ。